ケロロ誕生10周年記念超大作、ついに始動。東京上空に例の未確認物体、全長測定不能。竜の尻尾とはよく言ったものだが、これは生命反応があります。ありえん、生物だと。第4種警戒態勢だ。了解、有効射程範囲に入ります。バカ、深入りするな。この大地深く眠る大いなるものが目覚めるとき、青き星の命が尽きる。超劇場版ケロロ軍曹第4弾、いざ出撃であります。先週日曜、秋葉原 UDX で開催された秋葉原エンタ祭り2008。そこでケロロ誕生10周年を記念する劇場版ケロロ軍曹第4弾の制作発表会が行われた。大勢のケロロファンたちが期待を胸に会場に詰めかけた。ケロロ軍曹役の渡辺久美子でありますって言ったらちょっと変ですよね。1、2、3、4、5、6。そして発表された正式タイトルがこちら、超劇場版ケロロ軍曹激震ドラゴンウォリアーズであります。今回の映画 のいくつかテーマがあるんですけど、はい、一つが地球規模っていうことなんですよ。そう、劇場版には作品ごとにテーマが設定されている。記念すべき第1弾のテーマは友情。人間、ケロン人も関係ない純粋な友達としての友情を描いた。友情と信頼、我が輩たちはみんな仲間であります。そして続く第2弾のテーマは家族愛。誰もが持っているかけがえのない家族との絆を描いた。君がそばにいるなら遠い未来へ漕ぎ出せる。さあ姉ちゃん、僕たちも帰ろう。僕たちの本当のうちに。ケロケロケロ、いざ進め。さらに去年公開された第3弾では信頼をテーマにケロロ小隊の活躍を描いた。なるほど、貴様の侵略はもうすでに完了しているのかもしれないな。そして第4弾となる今回のテーマは感情。果たしてどんな作品になるのだろうか。といきなり総監督からネタバレ発言が。ケロロがドラゴンになる、なるんですね、これね。なる、大きい。なんとケロロがドラゴンになるという。さらにこの映画を撮るために監督はフランスにまでロケハンに出かけられたとか。はい、フランスにちょっと行ってまいりました。もうどうよ僕らなんと今回監督をはじめ制作スタッフはフランスにまでロケハンに行くという力の入れよう。劇場版第4弾、今から期待が高まる。最後に今回主題歌を歌ってくれるこちらのお二人にお話を伺いました。テレビ東京をご覧の皆さん、ケロロです。今回超劇場版ケロロ軍曹激震ドラゴンウォリアーズでありますの主題歌を歌うことになりましたであります。この曲は本当にこうなんだろう、やっぱ人に愛されることが本当にこんなにも素晴らしいこと でみんな愛されてるし、人とのつながりが薄くなったこの今、子供たちにもすごいその温かさが伝わったらいいなと思って、ね、またねこのケロロと一緒にこの温かさが伝わったらいいなと思っております。ケロロケロロとちょっと分かりにくいですけれども一緒になって何かの縁ですね、うん、盛り上がっていきたいと思います。はい、聴くと元気になれる曲なので、ぜひ映画館で聴いて楽しんでほしいです。はい。超劇場版ケロロ軍曹激震ドラゴンウォリアーズであります。いよいよ来週土曜前売り開始。